犬アモクは、猫目を構成する二アモクのうちの一つで、猫アモクの姉妹群である。犬形アモク、犬形重アモク、犬アモクとも称す。犬カモクの犬が、および、熊下目に属する複数の動物群が厳正する。学名、カナフォーミアは、ラテン語、カニス、犬フォルマ、形に由来する合成語。日本語では、学名の直訳に近い、犬語るや、 犬形重類といった故障があり、アモクの名としては、犬形アモク及び犬形重アモクがあるほか、一般的に最もよく用いられる犬アモク、そして犬アモクがある。猫アモクとの特筆すべき際は、中字を覆う骨化した鼓法が主に内骨質骨で構成されている点である。猫アモクでは、基盤的哺乳類において、鼓膜を支持していた臨場な骨である。 外個室骨で主に構成されている一方、犬アモクの内個室骨は犬アモクにおいて初めて獲得された骨である。犬アモクの海分類群である犬カアンフィキオンカクマカ、イタチ上カの最古の化石記録は古代三期の後期死神予まで遡ることができる。犬カは北アメリカ大陸を中心に進化し、特に犬アカは先進予以降に本格的に他の大陸へ進出した。 その頃にはすでに食肉目も衰退しており、北半球で繁栄したアンフィキオン化も中心与に多様化を遂げた。イタチ化が多様化したのも中心与以降である。イタチ類と共にイタチ項目をなす、棄脚類の起源は明確に判明していないが、後期前進与と考えられている。前期出身予頃にアンブロケトゥスなど初期のクジラ類の占めていた、 沿岸域の動物植生動物のニッチが全新魚には空白となっていたため、その空白を埋めるように進化した。なお、後期新身魚の北アメリカからはバリクティスが発見されているが、アンフィキノドン赤をクマカに含めない見解もあり、その場合にはクマカの最古の化石記録は前期全新魚のケファロガレとなる。報告されているクマカの他の属種は前期中心魚以降のものであり、 熊科は犬アモクの中でも新しいグループになる。アンフィキオン族に代表される絶滅したアンフィキオン科は犬下目と熊下目に先行する原始的グループであり、進化上重要な分岐位置にある分類群。熊下目に分類される場合もある。犬下目の海分類には現在のところ犬科のみが置かれている。犬アモクの海分類群の進化系統を示す。は 絶滅の意、ありがとうございます。